さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに代官山の方にお買い物に行ってきたので購入品をご紹介したいと思います。まずはレカーさん、デニッシュ専門店のレカーさんを去年かな、今年の初めかな、ご紹介したと思うんですけども、久しぶりに行ってきましたので早速購入品ご紹介します。スタート。じゃじゃーん、久しぶりに行けてすごい嬉しかったです。10時オープンなんですけれども、前回は結構売り切れてたものがたくさんあったので今回は朝一行ってきました。はい、お母さんの購入してきたデニッシュです。はい、じゃじゃーん、早速開けてみたいと思います。今回は3種類買ってきました。これちょっと後でカメラであれですけど、じゃじゃーん、まずこちらのクイニーアマーを買ってきました。すごいでしょこれ、すごいテカリ、キャラメリで、前回行った時に売り切れで買えなかったのでやっぱり大好きなクイニーアマーを買ってきました。そしてじゃじゃーん、季節のこのデニッシュ、イチジクのデニッシュがあったの1個だけでした。あとシャインマスカットの、デニッシュがあったんですけど、こっちに選んできました。イチジクすごい美味しそう。そう、そしてあともう一つはあんバターのデニッシュがあったのでそれを買ってきました。で、あとね、じゃじゃーん、これがアンデニッシュ、すっごい美味しそう。そしてあともう一個バームデニッシュかな、名前間違ってるかな、前にも行った時にクリーム、シュークリームと同じですけどデニッシュのもので、生クリームというか、生クリームじゃない、カスタードクリームをその場で入れてくださるということで、出来たてをすぐ食べてもらいたいですっていうふうにおっしゃられてたのでお店の方が。だけどその初めて行った時はちょっと食べる勇気が、ね、なかったんですけど、今回はちょっとベンチみたいなところがちょっとあって、そこで食べさせていただいちゃったんですけど、写真はちょっと後で載せます。もう食べちゃったから、行った時に食べちゃったんですけど、もうねすっごい美味しかったです。カスタードが美味しいって口コミがあったんですけど、カスタードも美味しかったけど何よりデニッシュのバリッバリ感、繊細なもう何枚も何枚も本当に層がすっごい薄くって、芸術作品みたいにすごく美しくってバリバリ食べれる感じで本当に美味しかったです。高級レストランで食べてる味でしたね。でもう食べちゃったんだけど、とにかく美味しかったです。でお店の方も本当にすっごい良かったね、一個一個説明してくださって、前回行った時もすごく優しかったですけど今回もすごい優しくて、朝一来たんですけどすごい並んでました。もうすでに、しかも季節のタルト、あ、タルトじゃないの、季節のデニッシュはもうイチジクとシャインマスカット、本当1個ずつしかなかったです。これでラストですって言われて買ってくれたんですけども、はい、これを食べるのも楽しみです。本当にね、緊急事態宣言が出てたから本当に久しぶりに行けて、でも本当にもうオープン当時から人気店でしたけど、ますますさらにさらに人気店になってました。どん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 来月ちょっと予定があるので、大会前なので、すごい楽しみです。イチジクのタラ、あ、多分本当タラ、イチジクのデニッシュ、他にあんバターとかも食べたら、感想をちょっと編集するときに載せたいと思います。すっごいね、おすすめなので、デニッシュ専門店だけあると思います。本当に。多分デニッシュ一番、いろんなところのデニッシュをいただきましたけれども本当に過去一だと思います。ナンバーワンだと思います。はい、あのね、バリバリ感をぜひぜひ皆さんお好きな方食べてみてください。代官山から10分ぐらい歩くかな、
はい、でも歩いていくだけの全然まあ10分ぐらいだから近いですから、ちっちゃいお店ですけど本当にとにかくお店の方もとっても人柄が本当にすごく優しいお店の方でした。はい、はい、話が長くなりましたが今日はこんな感じで、代官山のデニッシュ専門店デカーさんのお店をご紹介しました。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter とインスタの方もやっておりますのでよかったらそちらの方のフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。